患者さんがいる限り物を届けたいという思いのもと作り続けたいと思ってます。時代も進化していきますので、さらにその上を行ってほしいなと。薬に命を吹き込む場所かな。先進技術により革新を続ける医薬品製造の現場、そこにたゆみない患者さんへの思いと技を受け継いで作られ続けている薬がある。人、技術、機械のコラボレーションが作り上げるその秘密にスポットライト。武田薬品、医薬品の製造工場。ここでは発売から30年以上経ってもなお需要が絶えず、患者さんに届けられている薬品を製造している。一部特許が切れた今でも製造技術の進化を続ける理由とは。今回はその理由をご紹介しましょう。どうぞ。一般には公開されていない場所へカメラが入る。ではどうぞ。中に入るとまばゆいばかりのオレンジ色の光に照らされる。虫には見えない光なんで虫が寄ってこない、その性質を使って防虫対策をしています。ここが製造現場です。30年かけて現在の形に至っている医薬品の一番要となる粉末を製造するフロア。ここで除光性製剤という薬品を作っている。この粉末は体内に取り込まれた時にゆっくりと溶け出す独自の技術が施されている。それにより投薬回数は減り、患者負担の軽減などが期待できる。高品質な医薬品を安定的に患者さんに届ける、その体制を維持するため生産設備の進化を続けてきた。最初の設備に比べると無菌保証という観点に関しては非常に劇的に向上した部分もありますので、この設備を見て本当にあ、これで安全な製品を患者さんに届けることができるんだなっていうのは本当に嬉しく思いますし、この設備の導入によってオートメーションだったりロボティクスだったり、そういった人依存から機械を依存する、そういったコアテクノロジーを導入することができたので、非常に生産性の向上と、高品質な、製品が作れるようになったんじゃないかなというふうに思ってます。内部を覆い尽くすように配備されている精密機器の多くはこの薬を作るために独自設計され開発され続けてきた。製造はグレード A という最高基準の無菌状態にあるアイソレーターで行われる。その内部は空気の循環も中で異物が回らないよう厳密に計算されている。細心の注意が必要なため、特にこのロボットアームには非常に高度な技術が投入された。こちらはですね、薬剤を凍結乾燥機に仕込むそのロボットになります。グレード A っていう、気流下の中で異物とか菌とかが入ってこないように空気のカーテンみたいなものがありますので、そこの気流を乱さないようにゆっくりとその凍結乾燥機の奥の方に薬剤を入れていく。人の手で行うのは難しい動きをするという。液面を乱さないようにスムーズな動きを実現するためにはこれだけ多軸のロボットが必要となっています。揺らすとこぼれちゃったりして、それが製品のロスになってしまう、それはすなわち患者さんに届けるお薬が減ってしまうっていうことになりますので、そこは我々として突き詰めるべき品質ということで設計してまいりました。ハイテクノロジーの導入は便利さの追求ではなく、高品質な医薬品を一人でも多くの患者さんにお届けするため。しかし機械が全て行っているのではない、人の技が必要とされる工程がある。
薬品の入った重い容器を持ち上げて小瓶に入れ替え蓋をする。この一連の作業は機械では難しいという。無菌作業っていうので、まあ、一般的にはあまり数をいっぱいやりすぎるとあまりよろしくないんで、少ない数で要所要所を押さえながら、しっかり蓋を閉めていく、作っていくというところは結構大変です。無菌室内では常に慎重かつ繊細な作業が求められる。動きの速度を流れている空気の速度よりも遅くしないといけないっていうのが一番難しくて、普段の自分の動きの半分ぐらいの動きの速度で動かさないといけないので、常に気を使ってゆっくり動くっていう意識をしないといけないというところが難しいです。我々が作っているのは無菌製剤ということで、菌が許されないということで、もう繊細な作業が必要になってきます。少しでも問題がある製品を届けてしまうと患者さんに悪影響を及ぼすことがありますので、そこを絶対に遵守するように意識してます。さらに作る以外の重要な作業にも人の手が必要だ。薬の製造っていうのはただ単に薬剤を混ぜてとかそういった作業だけじゃないんですね。一回作ったら必ず洗浄っていうのはやります。一度薬を作ると機械に薬剤の残りが付着する。それをきれいに落とさない限り再び製造が始められない。そのため機械を一度分解、機械の中を洗浄した後再び組み立てる必要がある。細かい作業なので組み立ては人がやるしかない。組み立て方の研修には AR システムを導入。これまで無菌環境下でしか行えなかった高度な技術トレーニングが継続的かつ自発的に行えるようになった。技術の継承も進歩している。私はですね、ここを薬に命を吹き込む場所かなというふうに考えています。みんながチームワークで連携を取ってやる必要があります。この複雑な工程をさらに理解進めるための取り組みとして、まあ、勉強会を開いたりとか、まあ、そういったところを自発的にやっている。この無菌製造っていうすごく厳しい環境の中で、まあ、こういった難しい製品をしっかり理解してやろうとしている姿、まあ、すごく私はいい未来が近づいてきてるなってそういうふうに感じます。さまざまな技術を駆使して製造される医薬品、その検査に必要とされるのは人間の目。1ミリの10分の1程度という非常に小さな異物を目で検出。振ることで動く異物があるかどうかを見極める。1本の検査がおよそ40秒という熟練の早業。注射器に傷がないかもチェックする。検査員になるためには複数のテストに合格する必要があります。合格後も定期的なテストを実施し、検査精度を維持するために取り組んでおります。検査員は30分ごとに休憩を挟むことで高い集中力を保っている。そして現在、その人の技を補う革新的な技術が導入された。人工知能 AI による検査が人の目とコラボレーションしております。 AI に異物の学習をさせ検知するシステム。液体の部分だけでなく課題であったストッパーの部分の検査精度を上げるのも狙いだ。もちろん目視検査っていうところもすごい重要なところになるんですけれども、自動検査機 AI を導入することで、まあ、検査スピードっていうのもかなり向上しておりますので、30年間養ってきた技術をさらに進化させて患者さんに早く薬をお届けできるように頑張っていけたらいいなと思っております。 AI の導入により1日あたりの検査数が飛躍的に向上する。
進化を続ける製造現場、30年以上の挑戦をつなぐ思いがある。新しい製造施設を建設して、順次ですね、最新の設備を導入していっています。やはりこの薬ですねを必要とされている患者さんがいますので、そういう患者さんのために進化は止められないという思いでやってきました。やっぱり武田にはですね、継続的にチャレンジし続けられる環境があると思います。次はですね、放送設備なんですけども、こちら の自動化ラインを稼働させていきます。人と一緒に作業できるロボットを入れてですね、自動化をしていくのがまず立ち上がるところでですね、時代も進化していきますので、さらにその上を行ってほしいなと思いますね。最先端の機械とそれを支える熟練者たちの技と思い、一つの薬を作り上げるために惜しみない力を注ぎ前に進み続ける、すべては武田の医薬品を必要とする患者さんのために。